こんにちは、飯塚健太です。よろしくお願いします。いや、本当に嬉しかったですね。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。本当に前作ドラマ版を撮った時にはもうこの映画はもちろん続編もできるなんて本当に夢にも思ってなかったので、とにかく皆様に何か伝えられたらいいなと思ってこう作っていたので、まあ、それがこう皆さん見ていただいている皆さんの反応とかそういう熱量のおかげでなんかここまで映画化で完結っていうところまでなんかなったんだなって思えて本当に嬉しかったですし、役者としてそんなに光栄なことはないなと映像化が決まった時に思いました。はい、そうですね、似ているところはすごく真面目でピュアなところですかね。そこがすごく似ていると思います。で、真逆なところはポジティブじゃないっていうところですかね。久住晴彦はすごくなんですかね、ポジティブにこう前のめりにこうどん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 なんか進んでいくっていう印象なんですけど、僕は結構考えて行動するタイプで、しかもそれが結構ネガティブになりがちなことが多いんで、そこはちょっと逆かなとは思います。これはもう今言った通り、僕は人間としてかなりネガティブな時があって、本当にすぐ考えちゃうんですよね。その考えても仕方ないようなことまで考えて、慎重になりすぎて結果落ち込むみたいなこう現象に陥りやすいので、そのくせそれを人に知られたくないっていうめちゃくちゃ厄介な部分があるので、そこはまあ人間として弱いところかなって自分では分かってるんですけど、どうしようもないところです。はい、ありません。遠距離恋愛ですよね。ないですね。遠くて5キロぐらいかな。わかんないですけど、でも恋愛、遠距離恋愛ってどうなんですかね。今僕の大好きな3人めいっ子ちゃんがいるんですけど、めいっ子ちゃんと今ね遠距離恋愛みたいなところがあって、遠く実家に住んでるので全然会えないんですけど、まあ今この文明がね発展してこう、まあ、それこそ SNS とか、まあ、携帯電話でこうテレビ電話とかできるので、まあ昔に比べるとちょっと近い距離で、距離は物理的な距離はあるけど、なんかちょっと気持ちではつながってる部分があるのかなと思うので、まあ、そういう意味では今はちょっと昔ほど遠距離感はね、したとしても感じないかな。待つことの辛さか。仕事柄、例えばそのこの仕事を欲しいと思ってそのオーディションを受けたりして、なんか結果を待つことがすごいたくさんあるんですけど、なんか一回半年以上待たされたことがあって、なんか生き地獄みたいな半年でしたね。しかもそれ仕事なんで結構その人生に関わってくるようなことだったりもしたから、だからなんか受験の結果を待つ時になんか似てるって思いました。その時に大学受験の結果待つ時も辛かったな。大学受験の結果、当時インターネットで数字を見るっていうのだったんですけど、なんか怖くて
一人で見れなくて、ちょうど学校高校の学校の時間だったんですけど、その結果発表の時間の授業を、あ、もう授業してらんないと思ってサボって、その担任の先生、なんかすごいお母さんみたいな人だったんですけど、その家庭科の先生が担任の先生で、その先生のところで行って、一緒に先生見て結果って言って、一緒にこうカチカチして、あったってなった時にグワッてハグして、白いワイシャツにめっちゃ真っ赤な口紅について、帰ってお母さんに何これって言われたっていうのがあります。はい、辛かったけど楽しかったです。まあ許せることと許せないことはありますからね。やっぱもう一概にはこれとは言えないんですけど、なんか許す、何かを許すっていうのは、結局自分が不快なことされたりとか、そういう気持ちになったものをいわゆる許すっていうのは、なんか僕的にはもう自分の中でなんか処理するしかないな。もちろん向こうの誠意があった時にしか多分許せないと思うんですけど、自分の中でこれを許せば一個、もう一段大人になれるかもしれないっていう、なんか自分が成長してあげるんだっていう、なんか広い心を持てるかどうかっていうところですかね。それはもう相手の誠意がないとそれは成り立たないんですけど、そうやってなんか自分をに一つこう、そういう気持ちを作るっていうところなんじゃないかなと、なんとなく思います。まあ、誰かと一緒に生きていくっていうのは、もう本当僕のこの34年生きてきた中でのただの持論ですけど、一つ一つゆっくりでもいいから受け入れていくこと、その人の何かを受け入れられないこともダメなところも絶対あるので、それをどんなに時間かかってもいいから一個ずつ受け入れていくっていうのが、なんか一緒にこの先ずっと生きていくことなのかなっていうのは思ってて、でそのために大切にしなきゃいけないのが、当たり前と思わないこと。簡単に言えば感謝を忘れないってことなんですけど、でも感謝を忘れないともちょっと違ってて、その感謝を忘れないって思っちゃってると、何されても感謝を忘れないからありがとうって、なんか心のないありがとうを言いがちになってきちゃうんですけど、なんか当たり前じゃないって思ってると、当たり前じゃないってことは自分のためにやってくれてるんだ、 ありがとうっていう、なんか一個その本心がちゃんと挟まる、なんか感謝になるんじゃないかなって僕は思ってて、こう一緒に生きていく恋人もそうですけど、なんか仕事で関わる人とか、だいたいそういうのってなくなって気づくことが多いんですけど、でもそれだともう遅いので、普段からここに今一緒にいる人はこれが当たり前じゃないんだ、これしてくれてることって当たり前じゃないんだってことは、自分にとってはすごくありがたいことなんだっていうのを、なんか叩き込むというか、これはもうそうやって思うっていうことですかね。そうすると自然となんか自分に合わないことでも、まあ、受け入れられるようになってくるのかなっていうことですかね。2021年の2月26日に劇場版ポルノグラファープレイバックが公開されます。2018年から約3年間にかけて3部作でついにこう完結する物語になってますので、本当にこう応援してくださってる皆様のおかげでやっぱここまで来たと、本当にスタッフもキャストもみんな全員含めてそう思って一生懸命作った作品ですので、もうあとは皆様劇場に通ってスクリーンで思う存分楽しんでいただけたらなと
思っておりますので、ぜひ楽しみに見てください。お願いします。ありがとうございました。久住晴彦君、お元気ですか？先生、こんなに燃えているの。かっこ閉じ。君は常に僕にまっすぐで。先生、君からの手紙が楽しみで、君の文字が好きなんだ。欲望のままに。久住君、どうして？自信がないんだ。君がなんで僕のような未来のない男といたがるのか。そんな言い方ないでしょ。じゃあなんて言って欲しかったんだよ。タフになるのよ、大切な人がいるなら。お前らちゃんと付き合ってんの？月の満ち欠けみたいなもんじゃねえのか。幸せなんてよ、終わりなんですか。劇場版ポルノグラファー、プレイバック。どうしていいかわからないくらい好きなんだ。